皆さんこんにちは伊藤塾塾長伊藤誠です日本が敗戦迎えて75年目の夏うん今年の夏は本当に、えー、皆さんにとっても特別な夏かなと思います、まあ、歴史のこと戦争のことそんなことを学べば学ぶほどまた知れば知るほど 今こうして勉強ができる生活ができるということがどんなに貴重なことか大切なことなのかと思い知らされます特に今年の夏はこうしてコロナの中でということになりましたまさにお盆の真っ最中に小試験ということにもなったわけですよねそうすると本当に普段だん何気なくね 普通に勉強ができてたあそんな時がどんだけ貴重だったのかそんなことも本当に思い知らされるかなと思います、まあ、今回のこのメッセージで第20弾となりましたということはもう毎週こうして皆さんにお話をさせていただいてもう5か月ですかね小試験が延期になり さていつになるんだそんな不安の中で勉強を続けそして、このいわば8月の一番暑い盛りに小試験予備試験が実施されるその知らせを聞いても大変だなと、うん、この試験日が決まってからもまた大変だっただろうと思いますそしてそのコロナに感染しないかとそんな不安さまざまなそれこそ不安恐れ恐怖そんな中でここまで。 勉強し続けてこられたそのことだけでもね本当に大変なことだろうと思いますよく本当にここまで頑張ってこれたなと思いますまあここまでの経験というのは、まあ、これから本試験迎えますけれども必ず本当に皆さんの大きな糧になるで将来いろんな場面のところでうんこれは大きな力になるに違いないと本当に心からそう思っています さて使用試験、予備試験来週に控えましたまさに、うん、試験直前ということになります、まあ、この時期はあ言うまでもないことですけれども,もう今までずっと手を広げないで絞り込んでいくんだということを言ってきましたがより一層、原理原則に戻る、うん、これが重要だと思うんですね細かいところを確認したくなる気持ちはよくわかりますがあでも、より一層原理原則基礎基本に戻る。 ななぜならば本試験で出題されたときに初めて見る問題そこにどう対応するかといったときにはもう自分の中で本当の意味で血肉になっている基礎基本そこから考えて問題文に食らいついてその問いに答えていくという,もうそれしか方法ないですから本番で当てになるのは問題文とそして自分の中で血肉になっている基礎基本と。 そしてあとは6法、条文、まあ、それだけですからねですから問題文をよく読んで大切にしてそして条文、そこをしっかりと意識をしてそして自分の中にこれまで培ってきた基礎基本盤弱な基礎ここに自信を持ってそして堂々と本番で勝負してきていただきたいとそう思います。 まあこれからの時期は小試験だろうが予備試験だろうがその時間の使い方マシュネーションというのかなその時間の使い方というところを意識しながら本番まで準備をしていっていただければなというふうに思うんですねそして、その本番を迎えていくその中でとてもさらに不安になったり緊張してしまうこともあるかもしれませんが本試験当日の緊張これはちゃんと力になりますから心配はいらないです。 うんまあ、これもいつも言っていることですけどね、うん、想定外のことが起こることを想定しておくそして、緊張はちゃんと力になるから心配いらないとああいうことそして、前の晩例えば寝れ眠れなかったなとかそういうことがあってもそんなもの気にしない堂々と頑張って受けてくればいいかなと思うんですね。 今年もう決めるんだという方もいらっしゃるでしょうし今年初めてです、司法試験そして予備試験も今年初めてですまだ勉強を始めたばかりですという方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですねそんな皆さんも、ね、仮に勉強を始めたばかりであったとしても今年無理かななんて最初から思うのではなくきっとね、一問一問できる問題は確実に取るんだそういう意識で、えー、ぜひ頑張ってください。 なんかできたらいいなとか受かったら嬉しいなじゃなくて目の前の一文一文を大切にすること。 そして一番重要なことは時間配分時間の使い方そこをぜひ意識してください担当の問題などでは解ける問題、解けない問題難しい問題容易な簡単な問題いろんな問題が織り交ぜて出題されますから今の自分の力でも解ける問題は必ずありますからねですからそれをうまく時間内に選択して解いていくというそういうい時間の使い方をぜひ意識してほしいなというふうふに思います。 司法試験の方では今年最後だ5回目だという方も中にはいらっしゃるでしょういろんな意味の不安を抱えているだろうなと思いますが自分が5回目だとか4回目だとかそういうことは一切意識する必要ありません目の前の,その問題に向かって本当に一問一問問題文にしっかりと食らいついていくかな問題文をよく読み込んでその問いかけにきちんと答えるということで一問一問真剣勝負だそういう思いで 頑張っってて向き合っていただければなと思います、まあ、そこで、うんまあ、今年も4回目だ、5回目だなんていうことを思う暇がないそんなことを考えて余裕がないぐらいその目の前の一問一問にしっかりと集中をするということそれが大切ですそして、うん、一問一問また一日一日終わったならばこれもいつも言っていることですがそこはスパッと切り離して次の問題次の日に向かって準備をするということです。どんなにきつくても そこは頑張ってください次の日に向けてもう終わったことは気にしないほ、まあ、他の、ね、講師との対談の中でも話をしていますがもう自分でできなかったできたなんて自己評価は本当に当てにならないですからそんなものに振り回されないもう終わったことはその結果、神の水を知るということでもうまるっきり無視して忘れてで次の日に向けて頑張るその気持ちに切り替えも実はこの試験では試されているんだということをしっかり自覚をしてほしいな いうふううふに思うんですね、えー、そうやってうまく一日一日,1日をに全力投球をして、えー、頑張っていくそれが大切かなとそして最後まで今年はこういったコロナの状況なものですからねんですからうん、まあ、ちょっとねうん熱があったりだとかいろいろ気になってしまうまた不安だということもあるかなと思うんですね。えー、ある受験生の方から お手紙いたただきましたあその方は、まあ、熟成の方なんですけど司法試験,の受験を控えている方なんですでその方がですねちょっとやっぱり数日前、まあ、少し前に、ね、熱があるとでどうも自分としてはコロナかもしれない。 いうわけですただいわゆる三密環境に行ったこともないしまだ繁華街世の,の街に出歩いたことも受験生ですからねあるわけないですよね自宅で勉強をされてたわけですただ、まあ、散歩がてらに近くのオープンエアの商業施設に行ったりはしたそうですけれどもそれでも混雑している時間帯を避けてちゃんとそこは配慮しながらですよでですからそういうい意味では 全く、えーまあ、仮に感染していたとしてもその経路はわからない、どこでということです、うんそれもわからない、でもちょっと、えー、具合もあまりよくないというところで、えー、PCR の検査をしようかというところで、まあ、いろいろ保健所に問い合わせてみたりだとかクリニックに連絡をしたりだとかいろいろするんですがなかなかあその検査を受けられないままこう過ぎていきますうんそして、えーまあ、確認のために法務省に電話をされたそうです。 ですがここで仮に現場でコロナ感染の疑いがあるものは受験できないんだとで受験できなかった場合も5年以内5回という回数これも優遇はしないということを伝えられそして、いわばらに受験生としてコロナの疑いがあろうとも体調不良を隠して受験することもある意味では考えられるわけですよね。 そうすると真面目に PCR 検査を受けて受診して陽性だというそんな受験生が不利になって PCR 受けないでね具合が悪いしでも PCR 受けないでそのまま隠してなんとかね熱のところはいろいろごまかしをしてそして受けるそのほうがまあ受けられてしまう受験できちゃうことにはなるわけですよね。そうすると いわば馬鹿正直に検査を受けてえ陽性で,でとかねそうすると受けられなくなってしまうで,うでもいわばあねそこをうまくごまかしてそして受験した人は受けられてしまってなんか正直者が馬鹿を見るような。 しかも受験できなくなる法的な根拠も明確ではないままにですよしかも現場の責任者の判断に委ねるという非常に曖昧なそんな中で不利益なあや対処を受けてしまうということですですから本当に死ぬ気で勉強してきた受験生にとってはこれは本当に耐えられないことだろうなと思うんですね でまあ、この方はねまだお手紙をいただいた時点では結果待ちというところなのでさあどうしようかというところではあろうかと思いますですから、まあ、この方今思えば馬鹿正直に大変間抜けな行動を取ってしまったと大反省していますというのが書かれているんですね要するに法務省に連絡をしてでこんな状況でということで本人特定できてしまうようなことをお話をされたのかもしれません。 ででもどうですかねただ、今のご時世他の,受験生他の受験生に仮に、ね、隠れ感染者だというところでそれを隠して受験をしたとなると試験会場がクラスターの原因になってしまう周りの受験生にも迷惑をかけてしまうということそれも大変な恐怖だということなんですね、大変迷われてそして今でも迷われているのではないのかなというふうふに思います。 これは厳しい選択を迫られてますよね、うんうん、ここでこのまま、ね、こっそり受験をしてしまうのかそれとも控えるのかということ、まあ、その検査の結果にもよるのかもしれませんけれどもそれでも、うん、周りに迷惑をかけないようにということで1、えー、回棒に振るのかあどうなのか、まあ、この方が何回目か分かりませんけれども。でも大変 厳しい選択を迫られていることは確かだろうなと思いますこういう受験生の方が全国に他にも何人も多分いらっしゃるんだろうと思うんですね、うん、まあこういう時の法務省試験委員会のね対応というのがいかに、うん、まあそれは無責任なものなのかということ受験生のことをまるで考えてないというふうには思うんですけどねでも今急にここで何かできることでもありません もう私が言えることは自分の判断自分の責任で自分が信じる判断をしてほしいと思うんですねそしてその判断の結果どちらの判断であろうが受験する判断受験しない判断どちらの判断であろうがそれは自分が決めたことですから決して後悔することはないそういう結果が必ずその先に待ってますのでそこは堂々と。 自分で自信を持ってそれは決断をして前に進んでほしいそう思いますもうそれしか言えませんどちらの判断が正しいなんてことは経験に得ることではないしそれは自分の長い人生の中であの判断は結果的に正しかったということが10年後20年後にこれは自分でしかもそれは評価すべきことかなというふうに思いますただ今きちっと悩みに悩んで 判断した結果は必ずそれは長い目で見たら長い人生の中で見たらね自分にとってプラスの判断をしていますからそこだけはぜひ安心をしていただきたいとそう思います。この PCR も今現在でもねなかなかたらい回しにされて受けられないようなそういう状況であってということでまあそんな実際の現状ということをえまあ。 ご承知いただきたくということでわざわざお手紙をいただきました本当にありがたいなというふうには思いますさて皆さん今勉強されている皆さんがどういう状況どういう環境で準備をされているか私全くわからないですけれどもそれぞれの皆さんの環境でそれぞれの不安を抱えながら精一杯頑張っているに違いないなというふうに思います合格した後 試験が終わった後、まあ試験は、ね、合格不合格はそれはもう今更自分たちで決めることはできないことですそれはもう後からついてくることですから合格これもいつも言っている通り合格不合格を今思い患って何か不安に思ってもしょうがないですよ合格不合格は、うん、後からまあ勝手に、ねえー、決められてくることですから今は本当に今やるべきことそこにしっかりと集中をしてそして 一日一を大切にするそして試験の当日これを大切にするともうそれしかないですそして何よりも当日までそしてその試験当日小試験の皆さんならばその4日間最終日まで担当の最終日までそしてそれぞれの一つ一つの試験科目それぞれを一個一個ねクリアしていく予備試験の方もその科目ごとにきちっと一つ一つをね クリアしていくその時に絶対に諦めないこと試験当日まで諦めないことそして試験当日も、うん、最後終わるまで絶対に諦めないことそれが何よりも大切なことです合格していく人たちはどこかで、ね、もう諦めたくなるようなことをかなりの合格者は経験しています、うん、私もそうですし他の伊藤塾の講,師の講師陣もみんなそうなんですけどね やっぱり、ね、どこかでも諦めたい気持ち、えー、と戦うその瞬間がたぶんあるんじゃないかと思いますもし諦めたい気持ちがちょっとでも沸、ね、き起こってきた、あき来た来た、これでな、この諦めたい気持ちまさにこれが合格に近づいている証なんだと思ってもうだめだ、もう諦めたい、投げ出したいそういう気持ちにちょっとでも。 なりかけたならばまさにそれは合格に近づいている証しなんだと思って負けないでください、来た来た、これだな、絶対に負けないぞという思いでぜひ一歩前に踏み出してほしいなとそんなふうに心から思いますそれでは試験に向けて来週の小試験に向けて全力で頑張ってください。 最後まで絶対諦めないあいうこと何があろうと最後まで皆さんを応援していますあえて言います頑張ってきてくださいで終わります